焼くか。マジよくない。やばいやばい。一番面白かったのは何？完璧だな今。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとあーちゃんとピロキとどうもママでーす。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとみんなで楽しく見てね。はい、はい、はい、というわけで、はい、引き続きちょっとクルージングをで楽しんでいるんですが、はい、はい、この前の動画で紹介した、はい、なんだっけ、ご注文は俺たちですか。あ、ご注文違います。問いかけじゃないですグループ名ごちおれ、うん、ごちおれです。ごちおれはね、みんながさ、はい、どうしてもひまわりチャンネルの準レギュラーになりたいってまあなーねーねえ、はい、ねえ、はい、いるんですよ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 、勝ち取りに来ました今日は。ね、まーちゃん、あーちゃん、ひまわりチャンネルはそんな簡単に入れないよね。あれだよね、うん、というわけで、まあ、勝手に言ってんだけどまあ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 新人オーディションを押していきたいと思います。ひまわりチャンネルならやっぱ面白くないと入れないよ。そこはマーちゃん王ちゃんね、笑わせてから審査員としてね。あ、まずはマーちゃん王ちゃんを笑わせるってことね。そうでしょ、第一関門。最低ラインか、うん、どうですかマーちゃん王ちゃん、笑わない自信ある？な、どんな自信聞いてんのやめてよ、笑うなみたいな。じゃあ審査は厳しめだね。昨日入れる気ないじゃん。ね、大丈夫、いつもの感じでね、お手柔らかにお願いしますよ。まあ、絶対ダメだ。新人オーディション始まる。危ない危ない。急に来るからびっくりだ。意気込み聞いた。あ、意気込み、意気込み、あ、じゃあ意気込みのリーダーから。はい、まあ、笑わないっていうのは、まあ、無理なんでね。そこはもう笑い転げさせてもらいますよ。ダメそうだ。まあ、今回ね、新人オーディションということで、まあ、準レギュラーを俺無事勝ち取って、今後ひまわりチャンネルに出ていきたいと思うんで、よろしくお願いします。真面目だな、取りやすいか。真面目だな、ひよくなったら取りやすいよ。すいません、僕もね、二人に負けないようにおちゃまちゃんに本当に笑ってください。本当に笑ってください。お願いします、笑ってください。お願いすんだよ、笑ってください。コミだよお前、自力で笑わせんねん、自力で。落としてくるな。情に訴えるなお前。頑張ります。腕一本でいくぜ。意気込み。そうですね、今回あのオーディションに参加させていただくということで、私自身非常にあの緊張している部分もあるんですけど、皆さんに笑っていただけるように精一杯努力しますね。ありがとうございます。ひまわりベストアルバム発売中。シールもついてるよ。聞いてね。ちょっともう食べましょう、食べましょう。え、これオーディションってどういう形なんですか？いや、突然始まるから。いやー、得意チームとかですからね。もしもし、笑う準備できてる。笑う準備できてる。もういつでも笑わせていいから。いつも笑わせていいから。今日一生分笑う。食べようかな。食べれなくて。食べるな。食べるな。マジかよお前。ミシル食べれないよ。大変だよお前それ。よし、もう1ポイント稼いだ俺。あ、どうぞ。今笑ってないから。そうね。笑ってないって。やった。笑ってないって。待って待って、これ。これこれ。これ。見て顔、見て顔。あれ酔っちゃった。酔っちゃった。そうね。オマールエビあるから。ぜひオマールエビで面白いことしてください。あ、任せてくださいよ。予告だ予告。オマールエビ友達なんでね。モノボケ、モノボケ。オマールエビでモノボケ。なるほどね。地球の女神のこれ。あ、本当本当。なんで？多分アメリカ。あ、地球の女神でなんかやりそうですね。まだまだオマールエビでもやってないのね。オマール。でもやんないの？じゃあオーディション第一弾、地球の女神で。はい。思いついたら挙手してください。はい、ピロピ、はい、ピロピ、老眼の自由の女神。お
おお、まーちゃんが、まーちゃんが入りました。よし1ポイント、1ポイント、1ポイント、やったー。使いませんでした。あ、笑われました。言わなくていいよ、傷つくはい、はい、上のソフトクリームが溶ける自由の女神。これ、アイスクリーム溶けてんですけど。あ、まーちゃん笑った。ありがとうございます。まーちゃん強いな。おーちゃん強い。おーちゃん強い。おーちゃん、ワンピース知ってる？知らないよね。じゃあもう今の俺の考えはもう、やってみよう、やってみよう、やってみよう。だから、ワンピースで、エフェルタルビビっていうアルバスタのところの最後のシーンで、私を、ビビが最後に、私を仲間にしてくれますかって言った時に、なぜか一人、自由の女神がいる。よっしゃ、クセリオってよ。はい、ゼロポーイ、ゼロポーイ、近くなった。いや、まあ、有名なシーンなんですけどね。あ、そうなんだ。画面の前で笑ってる人かもしれない。あー何のビビだっけ。レベルタリビビ、レベルタリビビしてる人いっぱいだね、これね。あれ、なんか一人余ってんな。あれ、なんか、指輪なんかつけてよ。あ、いや、指輪なんかつけてよ。おじゃん、気持ちいいね。おじゃん、おじゃん、何が面白かったとかあるの。一番面白かった、一番面白かったのは何？敵だな、今ない、敵だぞ。守り硬すぎる。おーちゃん、好きなアニメとかある？東京リベンジャーズ。ほら、絡めろ、絡めろよ、リジューの目が。ジャンプ、ジャンプって言ってた。ジャンプ、もう、ほんとにこれもう、あれですよ、呪術廻戦にハマった自由の目が。まーちゃん笑った。ああ、2ポイントだね、アベゴ。よっしゃ。おーちゃん、ちょっとニコッとしてるじゃない。あれだよ、元気でーす。わーおー、やってる間に。すごーい。じゃあ、いきますか、俺。お、お、できた？東京リベンジャーズより、マイキーが自由の女神だった時。この中に、おかしいじゃん。あ、もう笑った、まーちゃん。この中に、アメリカ来てひよってるやついる？いねえよ。まだお前聞いて終わるんだよ。マイキーお前聞いて終わったか。何ベビってるやついる？いや意外と。あ、そうか。シューも1ポイントだね。マジで笑ったから。おーちゃん的だな。強いよ。おーちゃん。お前が難しいよ。じゃあ音ちょっと例見せてくんだ。いいっすか、レジェンド。本当だ。レジェンドの見れんすか。考える時間ないね。カメだ。船長さん笑ってるよ、もう。一番あっちじゃないの、俺。船長さんもやってください。自由の女神、自由の女神やばいな、どうしよう。レディモーフィーやらなかった。出たい。あれ、出たい。あれ、バーベキュー楽しくやろう。バーベキュー楽しくやろう。バーベキュー楽しくやろう。やばっ。いや正直今の俺でもやばいなって思った。この下からの俺でも。あ、出ないな今日は。調子悪いな。調子悪い。ゼロポイントだね。今日だけ、今日だけゼロポイントだよこれ。調子悪いの今日だけ。いやいやいや、いつも調子悪いな。んで俺オーディションに混ぜんじゃん。よしよ、あの脱落する可能性あるよね。開いた。あら、席開いた。この席開く。来る前に考えとかないんだな。ジャンバラヤジャンバラヤっていうのはこう模擬刀みたいなの使ってこう気合いごっこするみたいな。いやそれジャンバラ。よし、あ、1ポイント。1ポイントです。あ、そういう不意打ちありなのね。勝手にオーディション速攻中。だからマヒルとヨシコのお笑いコンビでしょ。頑張れるやん。ほらほら、いっぱい出てきました。上行ってもいいって言われたからちょっと行ってみよう。行ってみよう。レッツゴー、レッツゴー。あ、眺めがね、こっち高い方からさ、見える見える。あれ、あれなんか、あ、マネージャーとしてもマネージャーの、準レギュラーの雑談じゃなかったらマネージャーフェイスシールドじゃないの。あ、そう、業務中だったんで、すいません。おいしそうな肉だ。ラム肉が来ました。報告しに行くの。
肉で、うん、ラム肉、ラム肉で一発芸。次はラム肉、一発芸でやるのかな。ラム肉食料するらしいよ。あ、ほんと、ほんと。はい、じゃあここで、はい、待って、ラム肉を使った一発芸を、はい、思いついたんだもんね、大爆笑のやつ思いついたんだね。あ、これ嫌がってよ。ラム肉をお仕事飲み込みます。キャたぶん、ね、お、まーちゃん笑った。まーちゃん、まーちゃん笑った。わかんの今のグラは知ってる、グラ知らないけど、知らない。勢いじゃね、勢い。1ポイント。これさ、ポイントさ、ちゃんと数えてんの。数えない。自分で覚えない、自分で覚えないの。アメコ確かに3ポイントだな。俺100くらい稼いでたから。次の挑戦者は。ラム肉なのこれ、もしかして。ラム代が。ラム肉。あ、食レポしながら。一発ギャグだもん。食レポしながら一発ギャグ。一発ギャグ。振るね。きついぞ。食レポはできるけど。いいや。あ、見てくれんすか、レジェンドの食レポを。お、レジェンドジュニアの。皆さん、どうもこんにちは。フィリップです。今日はですね、このこちらの、ラム肉の方をね、食べていきたいと思います。いやー、見てください、この形なんか。いかにもラム肉っていう形ですよね、なんかね。で、こちらすごいなんかもう、光沢が、多分油がこうね、美味しい油が出てて、まあ、表面になんかいろいろ調味料がかかってますよね。いや、香りすごいいい香りですよね。早く食えよ。なんかいい感じに焼き物ついてて、本当にもう美味しそうですよね。いやちょっと僕トイレ行ってきていいですか。どうにかして食わない理由探してるっていう一年の。まーちゃん笑ったな、一番笑ったな。マジで今日緩いな。マジ不機嫌。この顔見てよ。もうおもちゃんにあの絶対笑わないっていう強い決意があるから。ああ。ね、やばいな。それ崩してあげないとね。俺らが。こっちなんかやろうとしてるよ。見て。ハサミもらった、ハサミ。ハサミ。ハサミで何すんの？じゃちょっといいですか？うん。いや、すごいなこれ。でっかい、ほらクワガタ捕まえましたこれね。もうクワガタっつったらもうやること一つですよねこれね。やばいやばいよ。クワガタが暴れ出した。あったったーかっ、いないいない。キャー強いよな、もう押しが強いよな。勝てないよ。パワーで、ゼロポイント。嘘でしょ、ゼロポイント。ゼロポイント。誰とも笑ってなかった。おかんのもポイントにしてよ。私何でも笑っちゃうからさ。ガチで言ったよこれ。鋭いもん。痛そう。今日はね、じゃんけん日本一の方に来ていただきました。おー、すごい。ちょっとね、歴史を教えるから、はい、右手出せないんだけど、僕このじゃんけん日本一に勝ちたいと思います。おー、どうやって勝つの。おーちゃんよく見ててね。いくよ。はい、じゃんけんじゃんけんぽい。勝ったー。勝ったちょっと違うのに、バイラしますよ。おーい、もう声や顔やめてこれ。おーやめて今。おーちゃん強い。やべえな。おーちゃん、よし、ピロ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 、じゃんけんじゃんけんじゃんけん。おーちゃん固くなる。じゃんけんするか。前じゃんけん強いでしょ、2人でも。俺実は世界2位だったんだよ、じゃんけん。あ、1位と2位ね。あの大会ね、俺も見てたからね。まあ俺の黄金の左手にお前は倒される。赤いの出してくんねよ。まあ、俺赤いの、赤いのって黄金の左手ってことだ。俺パーですから。あー、なるほど。あ、俺チョキ出すよ。あー、チョキか。はいはい、分かったこと。いい、最初はグーじゃんけんぽい。違うことが起こって、一瞬止まったね。おーちゃん笑わない。すごいな、強いな。すごい。ちなみに今のところどれが一番面白かったとかある？ない。うわー、厳しい。おーちゃんこういう時本当に厳しいからね。そうなんですよ。はい、リンゴするよ。イエーイ。じゃあこれで。お、わー、何段まである？じゃあいきます。1個目、4、4、
4本あった4あったあったあった2個目いきまーす。はい、よっ42あ、これかないな42ない。はい、じゃあ次54あった手挙げんのビンゴしたやつだからあまりに嬉しい。1個開けだけで嬉しい。1抜けした人はおーちゃんから1笑いもらえるんで。でかい。それそっちの誰かが取った場合は。そっちが取ったらなしよね。集中してる。73ないわ。リーチ。これとももらえない。ちょっと情けくれないよ。これもう運だよ、運、時の運。3636あー、もう焼くか。36ない。やばい、リーチだけして上がれないの全然あるから。まあパターンあるからね。75あるある。74ならあるのに47もない。ねえな。30あった。あー、やばい。あった30あった。やばいリーチがない。あ、ダブルリーチ。いやー、すごい。俺らはこんな程度なんだろうな。6767ありますね。リーチ。お、来たリーチ。マジか。そっちチーム全然リーチ。俺だけヒロピ、何来たらリーチなの。リーチっていう、あの上がり、上がり51ストップ。25ないわ。いや嘘でしょ。何、いやいや、そんなない。あの、カット美味しくない、美味しくない。どんだ、まさか。うわあ、上がり。いや、まあ、じゃあいいよ、脳幹で。そんなのな、情けで与えられるな。くそー、いきまーす。3ないですよ。なんで30。63あるあるある。あったー。さあ、マジかー。やったー。ああ、止めちゃったよ。じゃあフリータイムね。フリータイム。おーちゃんを笑わすフリータイム。なんかもうおーちゃんを笑わせようになってるよね。おーちゃん、かたくなだからな。牛 100% のつなぎが入ってないハンバーグです。おー、すごい。牛肉 100% のハンバーグ、すごい。おー、美味しそうだな。食ったか、お前。おう、食ったよ。お前じゃん。キャー、バスとして飛び込む。ヒロピ、なんかやるんだって。何を見てくれるんだ。どう、お前ら、どうすんだ。そんなナポレオン騎士みたいな仕立つらしやがって。俺が誰だって。俺だよ、俺オマール海老だよ。オマール、この前友達のマグロとサメと一緒に奈良の大仏見に行ったんだよ。みんなで一緒に一人ずつカメラ回してたんだけどさ、マグロたちは全然奈良の大仏がでかすぎて画角に収めることができなかった。でもおまわりだけはちゃんと全部大仏を画面の中に入れることができたんだ。なぜかって、そう、おまわりエビだけ甲殻類だからね。おまわり、全然手間がない。スポーツ
今のが1ポイントですね。1ポイントこいつはどう今とても上手です、うん、そうなんだ、こういう狂いなんだっていうだけで知識深まっただけでやっぱね、こう10歳と8歳の壁だね。8歳じゃない、これも上手でしたね。面白かった、私は。でしょ一緒にやるから、他の何でも笑ってくれるから、はい、というわけで、下船したんですけども、そうだね、ここでオーディションの結果発表を、結果、はい、そうだね、していきたいと思います。あれ、それぞれ何人でしたっけ。いや、自己申告で、まあ120点くらいじゃないですか。お前 V 見たら分かるね。すぐ分かる。そうですね。いやもう得点とかあれじゃないですか。全体的な評価でもう総評、総評で来てる全体的な評価だ。別に俺の得点が低いとかそういうことじゃない。あーじゃあおーちゃんに任せますね。ああそうだね。この中でレギュラーに準レギュラーふさわしい人、はい、ね、肩叩く。あ、怖い。もう腹パンチで。腹パン。いいのか、いいのか悪いな。その一人二人何面でもいいからね。俺からなしでもいいし。どうしよう。あ、殴られたかもしれない。あ、殴られたかもしれない。ストリートファイター。全然決まらない。パソ。決まったかな？決めましたか？優しく腹パンだよ。せーの。うわチャンネルもあるので、はい、ぜひよかったら見に来てください。はい、なんてチャンネル、ご注文は俺たちですか。いや違います。あ、略してご注文ということで、はい、はい、よろしくお願いします。チャンネルの URL 貼っとくんで、個人個人の住所も貼っとくんで、この電話番号も書いてチェックしてね。ひまわりチャンネルの準レギュラーになれるかも。俺らの差がすごい。また新しいメンバー増えんの。次もひまわりチャンネルの動画を見てね。見てね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。